どうも、あっちです。今日皆さん、こちらのお店来ております。はい、ということで紹介するまでもないですね。さゆみさんでございます。いや、ようやくね、このあっち TV でもね、来ることができました。さゆみさんといえばね、もう味噌っていう感じだと思うんですけれども、今日はちょっとね、違う方向で行ってみたいなと思います。来ました。味噌いただいても大丈夫です。大丈夫です。いただきます。声ですね絶妙ですね。本当にいつ買っても思いますけど、本当に素晴らしいですよね。やっぱ札幌の味噌ラーメンらしさもあるんだけど、こんなにスープ飲みやすいんかってぐらい旨味が詰まってて美味しいスープですね。このね、麺のプリヒコ感ってまたいいんですよね。もうね、香りも最高なんで、もうね、食べれば食べるほどなんかね、どんどん進んじゃうって感じがして、結構大盛りこれいっちゃう人も多いですよね。すみません、ちょっといつか。どうぞ。もやし、どうぞ。これもやしかけられないんで、いただきます。いろんな味噌を食べたけど、一瞬回ってきたらやっぱすごいなって思いますね。すごいなって全部食べてな、うまいなって思いながら食べてる。ここ来たら、あ、これだっていう。そう、そういうのありますよね。なんか食べさせてもらって、食べて余計お腹空いてきました辛醤油をさゆみさんで食べる人、やっぱ常連さんとかかなりいるみたいですよね。多くての人もおすすめしたんでしょ。そうです、ね、店員さんもぜひ食べてもらって。はい、辛醤油でした。来ました。はい、ということで辛醤油来ております。こちらね、さっきの味噌と全然違う香りがしてきて、これがね、またね、美味しそうなんですけど、早速いただいてみたいと思います。味をね、しっかり感じますし、ちょっとね、甘みがあるんですけど、辛さが旨味につながるっていうか、すんごいマッチしたスープですね。これ味噌を食べてる人もいると思うんですけど、これ辛醤油ね、ぜひいってください。これ本当ね、スープだけで美味しいです。美味しいですね。これはびっくりですよ。もやしもいけちゃうの最高だな。ちょっといただきます。
サイミンがね、大好きな人頼むの分かりますね。こんなにうまいの。スープが熱々なのはね、変わらないのですね、うん、チャーシュー、うん、うまいな。でね、やっぱり馬乗りがね、すごい、ね、鼻に抜ける時のね、この馬乗りの香りがね、たまらないですね。辛いのはちょっとっていう人も全然いける辛さです。なんかね、辛さっていうかもうスープとの一体になってこう伝わってくるので、本当にこれはいや恐ろしい、うん、美味しいわこれ。これもご飯案件ですね、うん、あ、ここに来てね、ナルトがねしみじみいいですね。うん、何だろうこれ。いや、なんか黙っちゃうね。黙っちゃう。いや、なんかね、黙っちゃうんですよね。うん。いやー、食いました。辛醤油ね。これ皆さんやばいですよ。ぜひね、サイミさん大好きな人も、まだ行ったことない人もね、味噌とね、辛醤油でぜひ迷ってほしいなと思います。うまかった。